えー、こんにちは、の久保です FX オリガルヒで、あやさちゃんがですね、動画を更新してくださいました。まあ、体調があるときはね、本当にやらない方がいいのと、アルコールが入ってる時もやってダメですね。それから眠い時もやらない方がいいです。まあ、そうなるとね、あんまりトレードできる時ってなくなるじゃないかって言われますけども、そう、なくなるんですよ。で、力量が上がってくると、生活を作ることもできますし、その間で FX のトレードできる瞬間というのをどんどん増やせるんですよね。 増やせた上にチャンスを見つける目も養われてくるんですよ。でもそのためには何回も何回もデモトレードをしなければなりません。だいたい1000回デモトレードっていうふうに言われるんですけども、やっぱりね、数百回ぐらいじゃ見えてこないことも1000回という単位で見てくると、やっぱり見えてくるんですよね。例えば1日に3回トレードを自分の中で、ね、デモでもいいですからやってみたを1日に3回ですよ。1年で1000回達するわけですよ。で、1日に5回やるとどうですかもっと早いでしょう。 だからね、どのぐらい一日密度を濃くやるかっていうのは、だいたい長期間になるか短期間になるかに大きく関わってくるんですよねえ。そして今回の相場なんですけども、基本的にはレンジでいいんですよ。レンジでいいんですけども、そのレンジがこっちだったりこっちだったりこっちだったりって移動する形のレンジオプションを切り替えながらやっていかないといけないから、結構ね、判断に迷うところがあります。 ずーっと過去の昨日のレンジが通用すると思って今日の勝負をすると大きなロスカットを下ってすぐに混乱してしまうそんな場になってきますから今回ですねレンジをすぐに切り替えれるクイックレスポンスができるっていう風なことにも結構力量が問われてるわけですよね、まあ、そうなるとやっぱりねトレードの回数がなななないいいとこれはなかかなかうまくいかないで,すですんで広めにレンジを取ってその中で検討していくとかねそれからロスカットをやっぱり受けながらだんだん絞っていくっていう戦略になると思います。 いずれも自信がないうちはデモトレードでやるのがいいと思います。そして見るのも相場っていうのはそういうことなんですよ。エントリーをするとかしないとかっていうのはありますけども、見るのも相場っていうのはね、結局、金銭的なダメージが受けないような形でデモとか、もうごく少額トレードを繰り返すことによって、軽減値を稼いでいくってことなんですよね。この経験値を稼いでいくっていうのが将来の資産になるわけなんですよ。だから今日、いくら勝ちたいって勝負をしちゃうとね、資金がなくなって今度トレードができなくなるばかりか、トレードが怖くなってもうできなくなっちゃうんですよ。 そうなったらもう致命傷になりますんで絶対にですね精神的なダメージを受けないように少なくとも金銭的なダメージから精神的なダメージできますし生活の焦りとか来るしいそれから一日も早く力をつけたいと思うでしょだから一日も早く力をつけたいならそう思えば思うほど資金を入れないことですよね資金を入れずに真剣にできる環境と精神力を養うことによって回数重ねても金銭的なダメージなくトレードができるようになりますただしですよお金を入れない場合はロット 止めない場合、実弾を入れない場合はちゃんと記録を取ってくださいで記録を取ることによっていくらいかのロットで実際にやっていたらどのくらいの資産を失ったのかどのくらいの資産を得たのかってことをつけていかないと意味がないです感覚だけで覚えていけばそれができませんからでまだ初心者のうちはそこまでね自動的に記憶に刻まれることはありませんのできちんとメモを取っておくことで実際にそのメモを取りながらね私のところに提出してきてくださってる方もいますもう手に取るようにその人の実力が分かります もうね、オリガルヒも始まって4ヶ月とか5ヶ月とか経つでしょその間に蓄積をしてちゃんと私に連絡取ってきた方っていうのも飛躍的に飛躍的にですね先進んでますよでも自分の世界でなんとなくなんとなくで済ませてきた方っていうのは多分オリガルヒを始める前の実力とあんまり変わってないと思いますよねでそうなるからトレードがあんまりできなくなるでもトレードの意味が分かってくるとやるのが面白くなってどん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 その時間を作るようになってくるわけなんですよももうう明らかにね、この差はもうでで。きてますんでただ、 焦ららなくててていいいいいででです。差ができたからといって置いてかとっ置れるっていうことではありません。それはですねやればできるってことに同じスタートラインから始めた人がそうなってるってことに気づいてほしいなっていうところなんですよねで肝心なのはアウトプットをすることですあの作業をしたらねトレードをしたらそのための記録をつけるとかその記録をね動画とかで言うとか私の方に提出するとかそれを繰り返すことによってどん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 ,どん経験値が刻まれていきますなんとなくやったつもりでは 経験値は刻ままれていきませんので、今後もですねあやさちゃんのように動画で自分の軌跡を振り返っていく反省をするっていうのはものすごく効果的なんですけどもそうじゃないにしても記録をつけていくってことは最低限にやった方がいいと思いますねそれをしなければ結局どれだけやってもあんまりね進捗がないんですよ本当に多くの人がやったつもりでできてないのはそういうことなんですよね是非記録をつけてできればアウトプットまで完了してみてくださいそれでは引き続きよろしくお願いします